解毒による出荷規制が続いている赤貝について、県の検査で基準を下回りました。明日2ヶ月半ぶりに漁が再開されます。県によりますと、今日実施した赤貝の解毒の検査で、名取市のゆり上げ漁港では2.9マウスユニット、石巻市の綿の葉漁港では2.7マウスユニットと、いずれも国の基準の4を下回りました。 国の基準を上回り出荷規制がかかると、規制を解除するには3週連続で基準を下回る必要があり、揺り上げでは明日およそ2ヶ月半ぶりに量が再開されます。揺り上げの赤貝量をめぐっては、今シーズンは金量分けの9月から解毒の被害が続いていて、去年12月には3ヶ月遅れて初水揚げになったものの、翌週には、 再び解毒が検出され、出荷できない状態が続いていました。